裏側から校庭を通してみたナミタ、中学校松本市立旗中学校は、長野県松本市旗にある公立中学校を、1947年4月1日の申請、中学校制度成立時に、ナミタ村、立波ナ電中学校として、発足、1973年の調整施行により、旗町、立波ナ電中学校に、2010年の松本市への、 併合により、松本市立畑中学校になった。2010年の松本市との合併までは長い間、一つの、町に一つの小学校と一つの中学校という、成り立ちであった。そのため、学年を構成する児童、生徒は9年間ほぼ同じだった。校庭には、白樺の木が多い。校庭の南側は、あずさ川の三つの菓子の真ん中の崖であり、 崖の上をアルピコ交通上高地線が通る。長野県幡学院内に松原文校がある。並田中学校は1947年4月1日に全国一斉に新生中学校の制度が成立し多くの新生中学校が生まれるのと気を一致にして発足している。新生中学校成立当時の状況に念のために触れておく。 新生中学校の成立は義務教育の3年延長、男女教学の導入にもつながった。終戦直後の極度の混乱と休防のも1947年4月1日に6.3成新生学校制度における前期、中等教育を担う学校として新生中学校が発足した。同時に国民学校初等科は1940年まで、 使っていた元の名称である小学校に改められ6.3世義務教育における初等教育を担う学校として再スタートした。発足の年1947年度1947年4月10日に開校式と入学式が行われた。生徒数418名、学級数9、職員数16での発足であった。 未だ敗線の混乱が続いており、校舎も、備品も、予算もなく、教員さえ不足していた。教科書も間に合わず、ノート、鉛筆もない時代であった。並田中学校は、畑小学校に曲がりし、体育館、運動場、特別教室も小学校と共用しての発足だった。これ以前、小学校には、北校舎、中校舎、南校舎の三棟があったので、 中学校が北校舎を、小学校が中校舎と南校舎を使うことになった。校長も小学校長との兼任であったが、その事情について、初代校長は、畑中学は旧学級で、東地区間内では大きいので、小学校長の兼任は許されなかったわけだが、私は同じ村の中で、村の子供を教育するのに、小中学校が反目するようなことは、 教育上絶対に許されないと考え、この胸を県と相談したところ、テストケースとして心よく県人を承知してくれた職員一同を結束し、教育に情熱を傾け、和気あいあいのうちに一カ年を過ごしてきた。さて新学年を迎えることになり、一カ年の県人を解いてもらったと書いている。中学校発足の前年11月3日に新憲法が交付され、 新生中学発足直後の5月3日に施行されている。そこで、この年5月3日には、並田中学校でも新憲法施行記念式が行われている。食料不足も著しかった。当時、畑村は農業を中心とする村落だった。農家の割合が高く、当時としては食べ物に恵まれていたはずである。しかし、強制的な教室もあって、 農家といえども白米が不足していたのであろう。6月24日に食料事情調査を行っているが、それによると、在籍418人、欠席34人、白米61人、混食296人、大用食10人、持参せず5人だった。なお、欠席34の中にも、弁当を持っていけないからというものもいたであろうことは、 想像に固くないとも言う。48年3月に卒業したのは、男子44名、女子32名だった。義務修学ではなく、希望修学だったことの影響で、男女比の偏りがある。また、卒業時のクラス編成は、A 組が男子、B 組が女子と、男女別クラスになっていた。これを1年後、2年後に比べると、次の通りである。 49年3月卒業は3クラスで、男女混合、男子63名、女子70名だった。義務修学1年目である50年3月卒業は4クラスで、男女混合、男子87名、女子98名だった。5月9日には、全校遠足を実施し、往復とも、徒歩で、松本市城山公園まで行った。 参加生徒398名、欠席17名。午前7時20分出発、午後4時帰港。7月11日には、徒歩で、松本セントラル座に映画、子供の街を見に行った。午前5時に出発し、帰りは、松本電気鉄道の電車を利用した。映画観覧料3円、電車賃4円50銭だった。9月30日には、 小中合同運動会を実施。12月8日には、陶器の味噌汁給食が始まった。11月10日に1年生が、諏訪旅行。11月13日に2年生が、松本で、美術展を見学。同じ11月13日に3年生が、諏訪旅行。2月2日に3年生が、裁判所、博物館見学。生徒数418名。 学級数9、職員数16名。1948年度2年生が2泊3日で、大滝山登山をした。米、味噌、野菜を背負いわらじばきで70キロメートルの校庭を歩いた。1951年からは、中の湯からの帰りだけバスを使った。コースは、1日目が、学校小倉登山口霊沢鍋館頂上、大滝小屋、2日目が、 大滝小屋の利宅、明神地かっぱ橋中の湯、三日目が、中の湯島島島電車で学校へ。四月一日入学式。四月二十一日学用品配給、ノート全員、消しゴム一年生と二年生。四月二十三日黒川で、全校植林。四月二十八日全校見学遠足で、博物館、松本城へ行く。 5月2日この日から夏時間が実施された。5月24日3年生女子全員による、味噌滝。7月11日3年生が、直江津、糸井川方面へ、修学旅行を。7月12日1年生の陸良岳登山。7月15日2年生大滝山登山。10月8日、小中合同運動会。11月3日、全校作業で。 アズ川から石運び。2月9日、運動靴配給55足。生徒数484名、学級数11、職員数19名。1949年度3年生の修学旅行は、47年は、スワエ、48年は直越、ナオエ糸井川方面に行われた。大井戸線が全通していなかったので、その部分は、 徒歩でつないだ。49年からは、奈良、京都方面で行われることとなった。初期には9月に実施されたが、1952年以降は4月に実施されるようになった。この年、5月下旬に改中を主にした、規制中区除薬を生徒が服用し、さらに11月下旬にも同じ規制中区除薬を服用した上、1月下旬には、検弁を行っている。 その結果、5月下旬に沖縄産マクリセンジルを512名が服用し、381名が肺、虫を確認している。この確認は、生徒本人が行ったもので、一人最多肺虫数は14匹だった。さらに、11月下旬にも同じ薬を500名が服用し、190名が肺、虫を確認したが、この確認はぐらい朝に、 自分で行ったものなので漏れが大いにあったはずである。1月下旬の検弁では459名が検査を受け、規制率80%だった。4月1日入学式。4月9日、全校作業、うさぎ山の土石運び。4月29日、黒川でカラマツを植林。7月13日、2年生が、大滝山登山。 7月26日1年生乗りくら登山。9月26日3年生関西修学旅行。10月18日小中合同運動会。11月19日収穫祭。生徒数539名、学級数12、職員数22名。1950年度家庭訪問は、6日間をかけて、各生徒の家庭を訪問した。 一年生の乗倉岳登山は、7月19日に、島島駅から歩き、冷静後や、池源山荘で一泊目。20日は、乗倉岳に登頂後に、白骨温泉まで歩く。21日は、白骨温泉を出発し、長は渡るを経て、島島駅まで歩く。4月1日入学式。4月22日黒川で唐松を植林。 4月29日遠足で、1年生は山形村の清水寺へ、2年生は黒沢の滝へ、3年生は大寒原へ。5月19日全校社会科見学移動動物園見学で松本へ。7月15日2年生が津桜岳登山。7月19日1年生のりくら登山。9月20日3年生関西修学旅行。 生徒数539名、学級数12、職員数23名。1951年度中学校、独立校舎建設への機運が高まった。4月2日、入学式。4月16日、ミシン5台到着。4月21日、遠足。7月10日、2年生が、大滝山登山。11月7日、遠足。 11月17日音楽会。生徒数508名、学級数11、職員数22名。1948年に、旗小学校の東南側にあった長野県東千曲西部農学校が、長野県東千曲西部農業高等学校に、開祖されていた。それが、1949年に、 長野県あずさ農業高等学校と統合されて、組合立長野県あずさ川高等学校となり、当初は、旗小学校近くにあったあずさ川高校が1950年度に、現在地に校舎を新築し、51年の新学期を、期して移転した。そのため校舎付きの跡地ができた。50年3月下旬からは、旗中の職員室などと3年生が、 この元西部の学校校舎を使うようになった。しかし、旗小との同居も続いていたので、国道を横断して、両校舎を移動する状態だった。中学校の建設地として3カ所の候補があった。最初に候補に上がったのは、小学校東側であった。ここにはもともと損入打地ながら対応されて、武道園が作られていた。 48年4月に返還を受けて、49年に、生徒や、村民の労働奉仕により、武道の移植や運動場としての地ならしを行った。しかし、この場所は、約8600平方メートルしかなく境隘に過ぎる、ことから、候補地から外れた。もう一つの候補地は、西部農学校跡地であり、残りが現在地である。西部農学校跡地には現在では、 松本市役所旗市長及び公民館がある。しかし、西部農学校跡地も約1万平方メートルで、十分な広さがなかった。そのため、51年1月から6月にかけては、現在地が候補とされていた。しかし、51年9月の校長会では、西部農学校跡地に建設し、活用できる既存建物はそのまま使うことが、提案された。 このため、52年4月3日の PTA、緊急評議委員会で校長が敷地を西側の土地にしてほしい旨を訴え、4月9日には、PTA が全村の3分の2以上の署名を取り、中学敷地変更を村議会に陳情することとなった。これを受けて、4月11日の村議会で敷地変更が議決されたのである。52年4月21日には、 校舎建築の食い打ちがされ、下旬には自震祭も行われた。11月3日に管理棟257坪、中校舎311坪が完成し、落成式が行われた。西校舎200坪は52年12月に工事が始まり、53年5月5日に竣工式が行われた。体育館は53年5月2日に建築方針が決まった。 しかし、建設位置について、中高社北側の民有地を計画したが、買収交渉に失敗して、中学校果樹援を潰して建築することになった。53年10月7日に、敷地整理をはじめ、11月16日には、自賃祭を行った。54年3月20日に、上等式、6月18日に春工式を行ったが、 体育館287坪の建設費は、管理棟、中校舎、西校舎の3棟の建設費合計よりも高い1380万円であった。完成後間もなく、NHK の,のど自慢ラジオ全国放送が行われた。55年4月15日に、音楽室40坪、東弁所、管理棟から体育館への渡り、廊下が完成し、春公式が行われた。 54年7月に着工し、12月7日に上等式を行っていた。56年7月3日に特別教室棟314坪が完成し、竣工式が行われた。55年11月に村議会が建築を議決し、西校舎北側の民有地400坪を買収して建築したもので、西部の学校を解体して移転改築したもの。 1>, 1階に理科室、2階に図書館、また家庭科室、調理室が置かれた。58年6月11日に工作室62坪が完成し、竣工式が行われた。57年11月に設計図が作られ、58年1月に建築が村議会で認められ、58年4月11日に自震祭が行われていた。 60年12月26日に金鉱室が完成し、春鉱式が行われた。金属切削用の旋盤2台が設置された。一年生男児が旋盤を囲んで写真撮影し、品の毎日新聞に写真と記事が掲載された。1952年度51年秋に、中野部平工事の土発二社222台分を譲り受けて、 グラウンドに搬入した。さらに52年に34台分がグラウンド全面に敷かれるなどした。このためグラウンドの生端と東端とでは70センチ差の傾斜があったものが緩和された。4月1日入学式。5月1日日の木6500本を黒川一の沢本沢に植林。5月19日3年生関西修学旅行。 6月4から12日田植え休み。6月19日陸上クラスマッチ。7月16日2年生が大滝山登山。7月25日1年生が乗倉岳登山。9月30日運動会。11月22収穫祭。2月28日高校入試。3月14日音楽会。3月20日卒業式。生徒数511名。 学級数11、職員数21名。1953年度4月1日入学式。4月23日全校遠足。5月4から9日、南東側通学道路坂が PTA 作業で完成。5月15日に試行者完成、教室移動。5月16日進行者での全員学習開始。 5月30日3年生関西修学旅行。6月17日陸上クラスマッチ。8月20日2年生が大滝山登山。8月25日1年生が乗倉岳登山。9月4日赤里発生、18名発病。11月19日3年生が校庭周囲に白樺職受。11月21日2年生が 開拓地にて、白樺の洋木を採取し校庭に植樹。3月23日卒業式。生徒数538名、学級数12、職員数21名。1954年度この頃、映画館紹介が頻繁に行われていた。52年には、年間10回余り、53年には12回、54年にも12回、行われた。 松本の映画館、中劇などから出張してくるもの巡回映画によるものなどで公民館や小学校体育館を使って上映された。54年には4月、ピノキオ、エベレスト征服、5月、セロ引きの合ュ、6月、白鳥の騎士、9月、24の瞳、3月、ここに泉ありなどが鑑賞されていた。四月一日入学式、四月二日、 始業式、新入生学力テスト。4月10日3年生植林。4月20日1年生と2年生が遠足。4月26日3年生関西修学旅行。7月6日足洗い場完成。7月14日2年生が大滝山登山。9月4日陸上クラスマッチ。10月2日小中合同運動会。 10月27日周期全校遠足。11月17収穫祝い。12月狂言干賞、3月22日卒業式。生徒数575名、学級数12、職員数21名。1955年度53年5月には、新校舎ができて、新しい校舎での教育が始まっていた。 しかし、未だ施設のすべてが整ったわけではなく、体育、音楽、理科などの特別教室での授業は、すべて小学校を借りて行っていた。このため、授業のたびに国道を横切って、かなりの距離を移動する不便があった。このために、施設の充実が急がれた。体育館は54年6月18日に完成、音楽室もこの年55年4月に、 階段教室として完成、理科教室や図書館のある特別教室はさらに遅れて56年7月に完成した。さらに工作室も58年6月が完成して施設が整うことになった。4月1日入学式。4月2日始業式。新入生学力テスト。4月19日1年生と2年生が遠足。 4月27日3年生関西修学旅行。7月10日1年生が乗倉岳登山。7月20日2年生が大滝山登山。7月20日あずさ川での水泳解禁。8月30日陸上クラスマッチ。10月1日小中合同運動会。10月25日全校遠足。11月15日学芸会。11月19日収穫祭。 11月30日音楽会。2月14日1年生スキー練習。3月3日、高校入試。生徒数575名。学級数12、職員数21名。1956年度4月1日入学式。4月25日遠足。5月16日3年生関西修学旅行。7月8日1年生乗りらだけ登山。 7月15日2年生大滝山登山。10月1日小中合同運動会。10月25日周期全校遠足。11月6日学芸会。11月16日音楽会。3月5日高校入試。3月20日卒業式。生徒数555名。学級数12。職員数21名。 1957年度春に続き、秋にも、流漢の全国的な流行があった。このため11月1日から3日には、臨時休校をした。その前後の全校の欠席者、離患者の推移は次の通りで、学年による偏りはない。10月29日欠席34名、離患160名。10月30日欠席33名。 理官170名。10月31日欠席56名、理官191名。11月4日、欠席35名、理官185名。11月5日、欠席31名、理官183名。11月6日、欠席31名、理官136名。理官しても登校している生徒が多いし、 学校閉鎖解除後にも欠席者、罹患者が少なくなっているわけではない。12月まで学校敷地以外に農場があった。教科課程の変更に伴い12月に変換した。4月1日入学式。4月4日、始業式。4月17日3年生関西修学旅行。4月25日1年生と2年生が遠足。 5月30日野球ソフトボール配球クラスマッチ。7月13日1年生のりくらだけ登山。8月19日2年生つばくろだけ登山。9月27日陸上クラスマッチ。10月2日小中合同運動会。10月25日周期遠足。11月1日から3日インフルエンザのため学校閉鎖。11月21日学芸会。 11月27日収穫祭。3月5日高校入試。3月12日過去卓球クラスマッチ。3月16日送別音楽会。3月20日卒業式。生徒数543名。学級数12、職員数21名。1958年度4月1日入学式。4月21日3年生関西修学旅行。 4月25日1年生と2年生が遠足。5月27日体育館安幕設置。7月11日1年生美しが原登山。7月19日弁論大会。7月26日安佐川増水につき流島生徒登校中止。8月20日陸上クラスマッチ。8月28日2年生登山。9月25日小中合同運動会。 10月24日、周期遠足。11月1日学芸会。11月20日音楽会。12月1日フラフープ禁止について校長が、生徒に話す。3月10日、カゴ卓球クラスマッチ。3月14日、送別音楽会。3月20日、卒業式。生徒数492名、学級数11、職員数20名。 1959年度4月1日入学式。4月9日3年生関西修学旅行。4月24日1年生と2年生が遠足。6月12日校内野配給大会。7月4日鑑賞音楽会。7月10日1年生美しが原登山。7月27日陸上クラスマッチ。8月22日2年生のり倉だけ登山。 9月23日小中合同運動会。9月27日伊勢湾台風来週、村内の被害も多く、中学校では、瓦落下、窓ガラス破損、屋根破損など被害が甚大であった。10月29日周期遠足。3月14日、送別音楽会。3月15日、カゴ卓球クラスマッチ。3月18日、卒業式。 生徒数507名、学級数11、職員数20名。1960年度1957年度から60%台を上下していた高校進学希望者がこの年に初めて70%を超えた。60年度卒業生136名のうち 72%98 名が進学を希望し、 28%38 名が就職した。進学希望者は57年度が66%、58年度が68%、59年度が65%だった。この年には学力増進のためのサマースクールが7月31日から8月6日の午前に開設された。しかし参加者が少なかったのか、後年まで続かなかった。 4月1日入学式。4月7日3年生関西、修学旅行。4月22日1年生、2年生が、春の遠足。7月19日1年生美しが原登山。8月24日2年生乗倉登山。9月23日小中合同運動会。10月20日周期遠足。 12月26日、近郊室竣工、旋盤2台設置。生徒数548名、学級数12、職員数23名。1961年度8月25日に、小学校運動場の南側に建設されていた、学校プールが予定よりも遅れて完成し、プール開きが行われた。前年まで、 運動会は小学校と中学校の合同で行われていた。しかし、この年から中学校だけの体育祭として行われることになり、10月14日に第1回体育祭が行われた。10月26日に全国学力調査が行われた。全国の公立、私立及び国立の中学校に在籍する2年生と3年生の 生徒全員に約447万人が、この学力検査の対象だった。2年生の乗倉岳登山は、1泊目が、スズランゴや、2泊目が、中野湯温泉の旅館だった。4月1日入学式。8月22日1年生美しが原登山。11月6日、女子制服制定。生徒数630名、学級数14。 職員数25名。1962年度この年12月1日から味噌汁給食が専任スタッフにより行われることになった。これまでは母親たちが交代制のボランティアで実施していたが専任化されたもの。12月7日 PTA によって正門から玄関にかけて白樺の苗木130本が植えられた。これまでも並田中学校は 白樺の豊かな学校を標榜していた。実際に校内の各場所には白樺の木があった。門から玄関までの通路の西側などに高さ2メートル以上の苗木を植えたもの。畑小学校の松に対して中学校の白樺が体を成していた。1963年3月の卒業生はベビーブームの最初の学年だった。 このため、多くの県立高校が定員を臨時的に増加し、1学年450名体制を取った。4月8日3年生が関西に修学旅行。5月17日タンポポ劇団感劇。7月4日1年生美しが原登山。生徒数631名、学級数14、職員数25名。1963年度4月14日に、 効果発表会が開かれた。これまで効果がなかったが、作詞、池田かと、西尾実作曲、芥川康で効果が完成し、池田かと、西尾実が出席して効果が披露された。3月に卒業したばかりの学年や、在校生、現職員が参加し、西尾実の講の演があった。これまで、1年生は、リケハラに一泊二日で登山していたが、 この年から2泊3日で乗り倉だけに登山することになった。4月21日3年生修学旅行。6月26日全国中学校学力調査。7月8日2年生乗り倉登山。8月21日1年生乗り倉登山。生徒数585名、学級数13、職員数27名。収穫祭は、 な田中学校30年史によると、1949年に行われ、以後続いた。同書に、収穫祝の記録が見える最後は1957年で、ある。収穫祝と収穫祭の二つの表現がある。1949年には、6月6日2年生によって、植えられた稲も実り、脱穀の終わったのが11月15日とあり、11月19日に、 収穫祝が行われている。1954年には、11月の中下旬の1日を選んで毎年開かれているのが、収穫祝い、厳粛な式が行われた後全員の会食、映画会という楽しい行事はその年の解雇でもあったとされている。1958年には、収穫祝の記録はないが、2月の終わり頃から2年生の諸君によって、 庭木の剪定が始められたとある。果樹ではなく庭木である。1959年の伊勢湾台風の被害記録のうちには果樹園落下約15巻とある。生徒がどの程度に栽培に関わっていたか不明。1960年代以降は収穫祭はなく、学校殿、学校畑もなく、生徒が黒川の学校林に関わることもなかった。 第一回の白樺祭が行われたのは1971年10月29日と30日で、クラブ発表、音楽会、弁論大会、展覧会、レコードコンサートが行われている。従来はバラバラに行われていた音楽会や弁論大会をまとめて行うことにしたものだった。1960年頃には、図書室に1 0 0人の司書がいたので、常時開館されて、 多くの生徒が活用していた。2017年11月現在。生徒数の推移ほとんどが、松本市内あるいは、安曇野市内の高校に進学する。中学校から1500メートルほどの距離にある、畑地区内の安佐川高校に進学する生徒も多い。交渉効果作詞、池田加藤、西尾実作曲、芥川康教育目標イコール。 館形作りメインテーマ、ふるさと旗運動系部活動陸上、野球、サッカー、女子軟式テニス、女子バレーボール、男子バスケットボール、女子バスケットボール、卓球、剣道文化系部活動吹奏学、合唱、美術学年、学級の枠を超え、共通の関心を持った生徒が集まり、望ましい集団を形成し、自主的な活動ができる。 研究を深めたり技能を高めたりする中で、心身の調和の取れた発達と個性の伸長を図る。教師と、生徒、生徒相互の心の触れ合う場とし、学校生活を楽しく、豊かにしていく。以上の3点を目標に、社会体育が行われている。ありがとうございます。